ジェシー・バルバスは、アメリカ合衆国のプロボクサー。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。元 WBA 世界、スーパーライト級王者。元 WBO 世界ウェルター級王者。世界2階級制覇王者。トレーナーは、キャリア初期が、ロジャー・メイウェザーで、その後は、ロバート・アルカサル、ロイ・ジョーンズ・ジュニア、エリック・モラレスなど、エディ・ハーンのマッチルームスポーツ・ USA 所属。 8歳の時にフロイド・メイウェザー・ジュニアの王子、ロジャー・メイウェザーに指導を受けた。その後年齢を重ねて、元 WBC 世界、スーパー・フェザー級王者、コーネリアス・ボサ・エドワーズの指導を受けるようになった。バルガスの主な実績では、メキシコ王者と全米ジュニア王者に輝いた実績がある。アマチュア時代の戦績は140戦120勝20敗。2008年9月5日。 初回59秒速攻小勝ちを収め白帽子でデビューを飾った。2011年9月17日、ネバダ州ラスベガス MGM グランドガーデンアリーナでホセシート・ロペスと対戦し、8回のローブロで減点されてヒヤリとする場面があり12回2から1の判定勝ちを収めウェルター級ランカー同士のサバイバルに成功した。2013年3月16日、 スタブハブセンターテニスコートで WBC アメリカ大陸ウェルター級王座決定戦をウェールオモトショと行い2回にオモトショのボディブローでプロ初のダウンをキシコマ消しそうになったがバールガスも反抗し10回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した2014年4月12日 MGM グランドガーデンアリーナでマニーパッキャオ VS ティモシーブラッドリー第2戦の 全座で WBA イボ世界スーパーライト級王者カビブアラフベルディエフと対戦し12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した2014年8月2日ザコスモポリタン内チェルシーボールルームでブランドン・リオス VS ディエゴ・ガブリエル・チャベスの全座で WBA7 位のアントン・ノビコフと対戦し12回3から0の 判定勝ちを収め初防衛に成功した。9月7日、WBA はバルガスを8月度の月間優秀選手に選出した。2014年11月22日、マカオにあるザベネチアン、マカオうち、古代アリーナでマニー・パッキャオ VS、クリス・アルニエリの前座で、元 WBC 世界ライト級王者で、WBA 世界スーパーライト級12位の アントニオでルコと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。12月5日、WBA はバルガスを11月度の月間優秀選手に選出した。2015年6月27日、カリフォルニア州カーソンのスタブハブセンターテニスコートで1階級上の元 WBO 世界ウェルター級王者で、WBO 世界ウェルター級1位の ティモシー・ブラッドリーと WBO 世界ウェルター級王座決定戦を行う予定だったが、フロイド・メイウェザー・ジュニアが WBO 世界ウェルター級王座を返上していなかったため、WBO 世界ウェルター級暫定王座決定戦として行われた。試合はブラッドリーのペースで進むも、12回の試合終了間際にバルガスは渾身の右わて、 ブラッドリーをフラフラにさせ、こスン前まで追い詰めるが、そこで、レフェリーのパットラッセルが、ラウンド終了10秒前に鳴らされる、標識を、ラウンド終了のゴングと勘違いをする失態を犯し、10秒近く早く試合をストップしてしまったため、バルガスの大逆転勝ちはならず、プロ初黒星となる12回0から3の、判定負けを喫死に階級制覇に失敗した。この試合からトレーナーに、 エリック・モラレスがついた。試合後、バルガス陣営は、レフェリーの失態を理由に即再戦を要求したのだが、WBO は、この要求を退けた。なお、バルガスは、試合の勝敗にかかわらず、再び WBA 世界スーパーライト級王座を、防衛することも考慮していたが、WBO の世界タイトルマッチにもかかわらず、無関係の WBA が、 WBO の承認料1万8000ドルを上回る4万ドルを要求してきたことに、バルガス陣営は憤慨し、WBA 世界スーパーライト級王座を返上した。2016年3月5日、ワシントン DC の DC アーモリーで、ルイス・オルティス・ VS トニー・トンプソンの前座で、ティモシー・ブラッドリーが返上し空位となった、WBO 世界ウェルター級王座決定戦で、 WBO 世界ウェルター級1位、サダムアリと対戦し8回に、右ストレートでダウンを奪い、9回には、右ストレートでダウンを追加。最後は、右ストレートでダウン寸前にし、ボディフックで崩して、右フックでレフェリーが、ストップ、9回2分9秒 TKO 勝ちを収め2階級制覇を達成した。2016年7月8日、同年9月3日に、 シェフィールドのブラモールレーンで IBF 世界ウェルター級王者ケルブルックと王座統一戦を行い WBO 王座は初防衛 IBF 王座獲得を目指す予定だったがブルックが同年9月10日にロンドンでゲンナジーゴロフキンとの対戦することが決定したため中止になった2016年11月5日この試合が復帰戦となった元世界6階級制覇王者で WBO 世界ウェルター級1位、マニー・パッキャオとトーマスマック・センターで対戦し、判定負けを喫し WBO 王座の初防衛に失敗した。当初は HBO がペーパービューで放送する予定だったが、同年11月19日にセルゲイ・コバレフ VS、アンドレウ・オードがペーパービュー放送が決まっており、トップランクが独自にペーパービュー放送することになった。 2017年10月、トップランク社との契約が、満期終了となり、有力ボクシングマネージャーのアルヘイモンと契約し、TGB プロモーションズに移籍した。2018年4月21日、バークレイズセンターで肩の負傷で欠場したオマール、フィゲロアの代役として、元 WBO 世界ウェルター級王者エドリアン、ブローナーと144ポンドのキャッチウェイトで対戦し、12回、 零から一の判定で引き分けた。2018年7月18日、エディ・ハーンのマッチルームスポーツ USA と契約し、アルヘイモンと TGB プロモーションズから離脱した。2019年4月26日、カリフォルニア州イングルートのザ・フォーラムでウンベルトソトと対戦し、6回1分に48秒小勝ちを収めた。2020年2月29日、 テキサス州フリスコのフォードセンターにて WBC 世界ウェルター級ダイヤモンド王座決定戦でミゲル・アンヘル・ガルシアと対戦し判定負けで王座獲得に失敗した。ありがとうございます。